この食品添加物だけは絶対にやめて。今回の動画では肥満の原因、ダイエットのプロが教える私が絶対に食べない食品添加物5選というテーマでお伝えをしていきます。皆さんは添加物が体に良くないというのは知っているけど、具体的にはどんな添加物を控えればいいのかなっていうふうに思ったことはありませんかまた日本の食品は海外のものより安全でしょヘルシーでしょうなんて思っている方も多いかと思います。 しかし日本は食品添加物大国と言われているぐらい世界的に見ても食品添加物の使用量認可数が多いと言われているんですねそして食品添加物は健康だけではなくって実はダイエットにおいても悪影響を及ぼすものなんです そのため日本では食品添加物によって知らず知らずのうちに不健康になって痩せににくく太りやすい体質になっっててしまいいる方も多いんですねなのでダイエットも健康も意識しているつもりなのになぜか痩せない不調が多いという方は食品添加物が原因になっている可能性が高い。ということで 今日は特に気をつけてほしい食品添加物をお伝えするとともに食品添加物を控えていくための簡単な工夫っていうのもご紹介していきますよ特に最後のお伝えする工夫は簡単なのに実践していない方が本当に多いのでぜひ試してみてくださいね またこの動画を見てくださっている皆さんには今日ご紹介する工夫を取り入れていくことで簡単に痩せ体質になっていただきたいので今日の内容で使えると思ったことを忘れないようにコメント欄をメモ代わりに活用してみてくださいダイエット講師が食べない食品添加物一つ目です保存料、防カビ剤保存料は市販の弁当練り物や加工肉ワインやチーズ 防カビ剤は輸入している果物など私たちにとって身近な食材に含まれているものです。そして食品の安全性を守るためには欠かせないものというイメージがあるかと思いますそれは確かにそうなんですがその食品添加物によって実は体がじわじわと悪影響を受けていることご存知でしょうか というのもこういった保存量や防カビ剤というのは発がん作用、気軽腸内環境の悪化などのリスクがあると言われているから実際防カビ剤を含んだ餌を与えたらラットの83%が膀胱がんに95%が膀胱がんや肝臓がんを発症したという実験結果があります。 また、保存料を日常的に摂取することで、腸内の善玉菌が死滅し減少したという論文もあります。しかも、こうして腸内環境が悪くなると、食欲の乱れ、栄養の吸収力やデトックス力の低下によって、ダイエットが進みにくくなるんです。その上、食品添加物というのは、本来体にとって不要なものなので、それを解毒するために、体に必要な栄養が消費されるため、 代謝の低下にががってしままうリスクがあります加えて食品添加物は細胞を傷つけることによっても代謝の低下や健康を害することにつながると言われていますつまり保存料や防カビ剤は定期的には健康を守ってくれるものなんですが長期的には健康やダイエットに悪影響となってしまうものなんですね。ダイエット行使が食食べない食品添加物2つ目です人工甘味料 人工甘味料は体に悪いというのは皆さんもなんとなくイメージがあるのではないでしょうか。食品のパッケージにもかかわらず人工甘味料って知らず知らずのうちに日常摂取してしまっている人が本当に多いんですよ。というのも人工甘味料ってジュースやお酒缶コーヒーお菓子プロテインなど私たちにとって身近な食品に含まれているから。 その上いかにも健康やダイエットに良さそうなパッケージで売られていることが多いんですなぜなら人工甘味料というのは砂糖よりも少量で甘みを強く感じるのでカロリーや糖質の摂取を抑えることができるからなんですねなのでダイエットや健康に良かれと思って知らないうちに人工甘味料を日常的に取り入れてしまっている人がとっても多いんです ではこの人工甘味料とは一体どんなものがあるのかというと、例えばアスパルテーム、アスパルファム K、スクラロースなどです。特にアスパルテームは WHO によって発がんリスクがあるということが警告されている人工甘味料なんです。その危険性は4段階のうち2段階目と言われていて、なんと車の排気ガスと同等レベルに位置づけられています。 そんなに危険なものを日常的に取ってしまっているなんて本当に恐ろしいことっていうふうにも考えられますよねしかも人工甘味料は強い甘みによって中毒性を起こしやすいため毎日摂りたいと脳が欲してしまうというリスクもあるんですその上人工甘味料は腸内環境を乱す作用や味覚を乱す作用があるとも言われています 実際過去ダイエッターだった頃の私も人工甘味料たっぷりのカロリーオフジュースをダイエットに置かれと思ってよく取り入れていたところを毎日飲まないと気が済まないもっと甘いものが欲しいという状態になった上ももとととひどかっったた便秘がさらに悪化してしてまったということがありますこのようにいくらダイエットや健康に良さそうな商品であっても人工甘味料を日常的にとっていると健康を害するばかりか かえって太りやすく痩せにくくなる危険リスクっていうのがあるんですねダイエット講師が食べない食品添加物三つ目です着色料先ほどの人工甘味料と同じく以前より体に悪いというイメージがある合成着色料例えば赤色丸号青色丸号などの合成着色料は体に良くないというのは皆さんもね一度はね耳にしたことがあるのではないでしょうか 実際こういった合成着色料は発がん性、子供の発達障害、不妊、肝機能の低下などにつながると言われています。そのため合成着色料ではなくて天然着色料を使用していると煽っている商品もよくありますよね。ただ合成だから NG、天然だから OK と一概に言えるものではないんです。なぜなら天然着色料でも体に悪影響となるものがあるから、代表的なもので言うとカラメル色素。 これは糖類を加工することで生まれる色素実はこの加工過程で発がん性のある成分になってしまうと言われているんですそして先ほどもお伝えしたように食品添加物は代謝の低下を引き起こすのでダイエットにも悪影響その上先ほどの保存料などとは違って着色料はただ見た目を良くするだけに使われている食品添加物なので着色料は何もメリットがないと言っても過言ではないので、まあ、できるだけ摂取を避けてほしいものです ダイエットト講師が食食べない食品添加物4つ目です。アショウ酸ナトリウム。この食品添加物だけは絶対にやめてと言ってもいいぐらい看護師保健師ダイエット講師である私が特に避けているっていうのがアショウ酸ナトリウムです。これは主に食肉の色を鮮やかに保つために用いられている発色剤でハムソーセージなどの加工肉やイクラや明太子などの魚卵に使われています。 実際家族みんなで毎日のように加工肉を食べているという方もね実際多いのではないでしょうか朝食にはハムお弁当にはソーセージを使っているという方ね多いですもんね過去痩せられなかった頃の私もこういった加工肉は常に家にストックしていました美味しいのにお肉よりも日持ちがする上調理も簡単なので本当に便利なんですよね このようにアショウ酸ナトリウムは日常摂取しやすい食品添加物ではあるんですがその危険度はとっても高いです。なぜならアショウ酸ナトリウムは食肉に含まれるアミンという物質と結びついて発がん性物質に変化することによって摂取し続けるとがんになる可能性が高まると懸念されているからそんなに危険があるものを家族みんなで毎日食べ続けるなんて本当に恐ろしいことですよね。 その上加工肉や魚卵には先ほどお伝えしたような着色料料や甘味料が入っていいるととうこともあります加えて先ほどお伝えしたように食品添加物というのは代謝の低下にもつながりますし塩分量も多いのでむくみや生活習慣病につながるリスクもあります。なので健康的にダイエットしていきたい方は加工肉や魚卵というのは摂取頻度や摂取量を注意するということがおすすめです。 ダイエット講師が食べない食品添加物5つ目です。トランス脂肪酸。最後に食品添加物ではないのですが、食品添加物と同じく、もしくはそれ以上に注意していただきたいのがトランス脂肪酸です。トランス脂肪酸とは脂肪酸の一種で油脂を生成・加工する際にできるもの、そして食べるプラスチックとも呼ばれるぐらい体に悪影響を及ぼすんです。 そのためトランス脂肪酸を日常的に摂取していると代謝が低下して痩せにくく太りやすい体質になる上生活習慣病やがんをはじめとするあらゆる病気につながったりアレルギー、不妊、精神疾患や認知症につながるるる危険までであると言われているんですよにもかかわらず私たち日本人は知らず知らずのうちにトランス脂肪酸を摂取してしまっている危険があります。 ななぜなら日本ではトランス脂肪酸の表示義務や使用制限がないから特に市販のパンやお菓子には知らないうちにトランス脂肪酸が含まれているケースが多いです。というのもトランス脂肪酸は原材料にマーガリンファットスプレッドショートニング食物性油脂などと記載のある商品に含まれている可能性が高いからこれらは多くの市販のパンやお菓子に含まれていますよね。 このように食品添加物だけが体に悪いのではなく、無添加と記載されていても、実は健康やダイエットに悪いものが入っている食品って多いんですよね。実際今年の4月から無添加という表記は禁止になるんですね。なので添加物以外にも食材にどんなものが含まれているのか意識することが大事です。 ただここまでの話を聞いてそんなこと言ったら食べるものがなくなるよとね悲しくなってしまった方も多いかもしれませんしまあインスタの DM とか YouTube のコメントとかでもねそのようなことを書かれる方もね多いんですけれども確かに食品添加物大国である日本において添加物を一切取らないというのはかなり難しいことですし私も一切取らない生活はしていないです。 しかしこういった食品添加物はちょっとした工夫によって摂取を控えていくことができるんですねということで最後に食品添加物を控えるための工夫っていうのをご紹介していきますこの簡単な工夫によって辛い食事制限や運動なしでのダイエットを加速することができますのでぜひチェックしてみてください食品添加物を控えるための工夫1つ目です原材料をチェックする そもそもどんな食品に食品添加物が含まれているのかってご存知ない方が多いのではないでしょうかですのでまずはこの知るということが大事ですまずな,なら知ることによって自然と控えていこうという意識に繋がりやすいからなので私は健康的なダイエットのために食品添加物を控える工夫としてまずは原材料をチェックするということから始めました そうすることで、どんな食品に添加物が含まれているのか、原材料をチェックしなくっても自然とわかるようになったんです。つまり、そこまで頑張って意識しなくっても、自然と添加物の摂取を控えられるようになっていったんですよ。最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、無理なく添加物を控えていきたい方は、まずはこの原材料のチェックから始めてくださいね。食品添加物を控えるための工夫2つ目です。茹でる。 これは特にハムやソーセージなどの加工肉に有効な工夫なんですが調理・理下処ととして茹ででるるようにすすことがおすすめですなぜなら茹で汁に添加物が溶け出るため危険な食品添加物の摂取量を減らすことができるからですのでどうしても加工肉を食べないといけないという時はこの工夫を試してみてくださいね。食品添加物を控ええるる。ための工夫3つ目です。置き換える 加工肉、ジュース、お菓子、パンなどは特に一切やめる今後一生食べないというのはね難しい食材だと思いますですのでやめるのではなくて置き換えることを意識するのがおすすめです例えば加工肉は無添加の加工肉を利用したりツナの水煮缶などで代用するジュースやお菓子は甘味料が入っていない自然な甘みのジュースを選ぶ 甘栗グルや干し芋、果物など自然の甘みなもので置き換えてみる。パンはトランス脂肪酸不使用であることが明記されているパンを選ぶなどです。特にね日常的にこういったものを摂取している人は悪い影響を受けやすいので、こうした置き換える工夫っていうのを試してみてください。ただ最後に皆さんにどうしてもお伝えしておきたい注意点っていうのがあります。それは食品添加物を控えるということはあくまでも ダイエットや健康の補助であるということですなぜなら健康的に痩せるためには食事の栄養バランスを意識することが何よりも大事だからですとはいえこの痩せる食事のバランスって皆さんがイメージするよりもはるかに簡単その上しっかり満足感も得られる食事なんですよ 実際私は看護師保健師ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法によりこれまで2,500名以上の方をダイエットからの成功に導いてきました。 ここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも食べて痩せる食事法を学び3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れて欲しいいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では「食べ痩せ小冊子」2冊や「脱リバウンド動画」3本を無料で受け取ることができ今回の動画でご紹介しきれなかった1万7,000文字の食べ痩せ教科書 何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ体脂肪率8%達成できた「食べ痩せマスターワークブック」6冊実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券。 30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式らに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画これも受け取れます。 食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方、そういったご質問を多くいただいておりますので、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ。概要欄が表示されているので赤枠の公式 LINE の URL をタップ。タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。 すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてください。ちなみに何で有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を1人でも減らしたいそんな理念で YouTube を運営しているからです。 一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいので、ご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。